では3点目取られる前ハーフタイムとかで何か動きがあったらなとは思っちゃうところもあるんですけどね。安井です。安井が行きます。カバリング入ってきた。エリキだ、エリキだ、エリキ、なんと2トップ2ゴールずつ、これで4対0。守備のところでプレスをかけ続けた、まあ、最終的にはご褒美的な感じですかね。狙ってるんですよね、うん、ここもやっぱ狙ってますからね。ここやっぱこういう選手には最後こういうご褒美はこぼれますよね。なるほどね、うん、長崎としてはもったいないですね本当に。